ハロー皆さん、どうも。今回ですね、モンスターハンターワールドアイスボーン蒸気機関管理所の、リセマラをご紹介していきたいと思います。みんなね、手形が欲しいと思うんですけど、その手形がね、なんかしぶっとんや知らんねんけど、全然出えへんことない？運要素めっちゃあんねんけど、だからこそリセマラをここでね、皆さんに推奨しておきたい。この蒸気機関管理所で劣るな。オッケー。はい。話はすっ飛ばして、まず、この蒸気力ゲージを、受付所、マックスに、すぐに持ってこれるような状態に、まずは皆さんね、しといてください。んだらムービー始まるやん。受付所とかが出てくる。その手前やら、ちょっと俺手前までまだ行ってないからちょっとするんやけどね。はーい。で、これ R2 とりあえず押しとけって感じ。はい。とにかくもうひたすらもう R2 で自動やってもらって、ゲージマックスまで貯めるって感じですね。はい、もうここはね、適当に。本来ならもっと手前までね、みんな貯めといてくれ。俺はもう全然やけど。だからここはちょっともうみんなにお見せしていくわ。ここでね、出ることってあんのかな？そこがちょ、ようわからんねんけど。ここで出たらほんま神ちゃう。俺一つだけ持ってたんよね。交換したけど。いつ手に入っ、なあ、いつ入手したんやろね。入手した時期が全くわからん。自分でも。はい、ほんで、マックスまで貯めると、受付嬢と猫が可愛いムービーが始まるんで、とりあえずそこまではもう、みんな R2 押しっぱと。BGM がね、超愉快。楽しそう。はい。で、ここで一気にアイテムが手に入るイベントがあるじゃないですか。ここですわ。もうここで手形が出んようだったら、ホーム画面に戻るってだけです。イモですよね、これ。可愛らしい。はい、で、ここで、出んかったら、はい、出ませんでした。はい、以上です、皆さん。わかった？もう、勘のいい人も、勘のいい人ならわかったと思うけど、はい。もう、これで出んかったら、さっきも言うたけど、ホーム画面に戻って、また、同じように、やるってだけです。R2 押してゲージマックスまで貯めて、ムービー見て、一気に手に入るイベントでもうなかったら、またホーム画面戻ってっていう感じですね。これがいっちゃん効率いいと思うんやけどな。うん。はい、以上、蒸気機関管理所、リセマラのご紹介でした。じゃあまたね、次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。